時が満ちた。劉備軍のもとに合流した周瑜率いる5軍、そして決戦の地陸港に近い対岸の雨林に陣を敷いた曹操軍。ここにおいて三国志史上最も名高い石壁の戦いの舞台が整ったのである。それが死んでいった者たちの意志だったからです。曹操打倒にはこの協力がどうしても必要なんです。しかし長兄、連覇の言うことももっともです。本当にあのような子供に軍師を任すんですか？確かに私も不安がないといえば嘘になる。しかし善福殿が命を懸けてまで推挙してくれたのだ。どうした兵たちに応えるのか。このままでは出陣ができぬぞ。ごめんなさい四郎君、あなたが私を迎えに来ても私はこの人たちから義からは離れることはできないかもしれない。あんた何者なんだ。我は自分の片腕となれる人材が欲しい。そう、この乱世を我が意のままに踊らせるために必要なお前のような卓越した人材もな。それでは孔明先生のお考えを伺いたい。曹操軍に対するこの国の取るべき道を。五の孫権公の最良の道は曹操との徹底抗戦、それしかありません。じゃと曹操との開戦、それが五のためだというのだな。やはり行くつもりなのだな。真澄のもとへ。二つ割れた竜の紋章、僕の手で必ず別れた絆を一つにしてみせる。白く会って声を聞きたい。たとえずっと世界の果て二人離れていたって悲しみさえも道を正したくば自問せずに、それで世に応えるがよい。私はこの目で見とうございます。忠達様が作る乱世の姿、楽しみにしとけ。変わったのね四郎君。昔ならそんなに簡単に人を傷つけるのを割り切れなかったはずよ。僕は教えられた。戦乱の中で生き残る術を僕は戦で多くの仲間を見殺しにしてしまったんだ。一つの迷いが死につながる。この天運の像が真実なら、その手で必ずこの手で砕いてみせる。